はい今回は斉藤元彦の話題について考えていきますここ最近ですね一部肯定派の意見がかなり出てきてまあ、作られた肯定派の意見だと思いますが肯定派否定派とまあ意見が分かれるということで、まあ、どういうことかというとまあ、斉藤元彦兵庫県知事をマスコミが応援し出直し選挙の流れのおかしさですねあと公益通報者保護法違反について考えていきます今回もよろしくお願いいたします まあ、リスナー様はですね、まあ、どう思ってらっしゃるかっていうところなんですが、僕はこの斎藤元彦っいうのはおかしいと思ってるんですね。で、明確におかしいと思う点が2つあるんですよ。まず1つはですね、斎藤元彦の近くで3人の方が、まあ、亡くなっているわけですよ。僕はわからないような形でマルされたと思ってます、この最初からですね。あと、この公益通報者保護法違反っていう、まあ、そういったものがあるんで、この2点からですね、どう考えても擁護できないんですが、 SNS の力とかマスコミの力っていうのがありまして、状況がちょっと変わりつつある、まあ、その懸念不安があるんですね。で、あのまあこの話をしている人はいないのかなと思うんで、ちょっと僕はね、自分なりにいろいろ考えたことをリスナー様にお伝えしようと思うんですが、実は斉藤元彦っていうのはあの。 港の利権にね、えー、まあどうのこうのしていたんだっていうことを、まあ、SNS とかそういったね話題になったんですがこれは明らかに誰かがこの斎藤元彦を擁護するような話のために意図的にこ,のこういったものをまあ出したんじゃないかと思うんですよ。実際斎藤元彦っていうのはこの港の利権をねしてないっていうことを僕お伝えしたと思うんで。 この要するに維新の会に誘導しているわけですよ。斎藤元彦というのは兵庫県知事で、背後に維新の会がいると、で大阪には吉村博文、背後と、まあ、いうかそのもの維新がいるということで、でこれ、維新の会つながりなんですねで、この売国政党なわけじゃないですか。 だそう考えて、まず維新の会であるという点が1点、あと人がですね3人えまあおかしな形で亡くなっているというまあこれ事実、この広域通報者保護法違反ということで、これでですねえ何も擁護するところはないんですよ。リスナー様がですねまあ僕にまあこのように斎藤元彦が本人が言ってますということなんですが、そういったご意見をいただいたんですが、それというのは僕は考えてねまあ作られたまあまあ映像と言いますか、 まあそうういいったこととななんんじゃないかと思うんですよ斎藤元彦に関して今、意見がある程度分かれているわけですよね、擁護派、肯定派と、あるいは否定派ということで、で僕はあの否定派なんですよで、そもそもまずこの話に入る前ですけど、まあ、維新の会イコール自民党、自民党イコール維新の会ですから、この売国政党が背後にいて、うん、でそこにまあ支持されている人間ということで、非常に僕、疑問を持つんですよね。 でマスコミっていうのも、ままああこの、まあ、自民、維新、マスコミが米の傘下に入ってます。で、今回はこの SNS もですね、うまいことをこう取り込まれてるんじゃないかと思うんですよ。だからこの港の利権の話が出てきてね、えー、実は斎藤元彦は港の利権を追求していたんだっていうんですが、してません。もしも本当にしていたんだったら、斎藤元彦はもう、丸されてると思います。89さんが彼もこの巨大利権なんでね、そうではなく、 斎藤元彦というのは兵庫県をです、ね、維新の会に差し出そうとそう,いったそういうことをしようとしていた人間であることはほぼ分かっているわけですよ。斎藤元彦と、まあ、吉村というのは仲間、それで兵庫県を維新の会に明け渡そうとしていたという、まあ、ことですよね。で、まあ、そういったことがあるんですが、まあ、例えばこういったものが、ねまあ、ちょっと話題になっているので、ちょっと考えていこうと思うんですが。 パワハラ等の疑惑があり、えーまあ、議会から不信任決議を受けた斎藤元彦不信任案が可決されて以来複数のテレビ番組に生出演しているこれは事実上の選挙活動なのか出直し選挙に出馬する気満々の、まあ、知事っていうことで。 えまあそういったことががあるんですがこれもそうなんですよでこれっていうのは僕いろいろ調べたら SNS でいろんなことが投稿されており、まあ、そういった情報を取捨選択した結果ですねおそらくこういったことに、えー、行こうとしていたんだと、まあ、そのね、まあ、狙いっていうかその思惑を、まあ、思ったっていうのが一つで実はですねこの斎藤元彦の件に関してですね、えー、結構これ重要人物なんだろうなと思うんですがその重要人物がですね今こういなくなってるっていうかっていうのがあるんですが。 リスナー様もご存知だと思いますが、副知事いたじゃないですか、片山っていう副知事。この片山っていう副知事がですね、対象金1800万円もらって辞めてるんですよね。で、なんかあの泣いた会見してましたけど、あれも演技でしょうし、この片山っていうのも外面がいいんですよ。この斎藤と片山っていうのは外面がいいんですが、決定的なことがあるんですよね。この片山副知事の発言っていってですね SN、SNS に投稿されていたんですが、 知知事ののパワハラをなぜ知ってるのかっているかう音声があったんですよ。つまり分かりますよね。斎藤元彦っていうのはパワハラをしていたんでしょでこの時点でアウトじゃないですか。証拠がないんじゃないかってあるじゃないですか。で、おそらくこの片山副知事っていうのは何かしら都合が悪くなって辞めたんじゃないかと。あの、なんか泣いてねえ。知事のためにどうのこうのって、えー、全くの演技だと思います。で、今度はですね、えー、こちらちょっと見た方もいらっしゃるかと思うんですが。 非常にですね、えー、興味深いのはマスコミがグルになってるっていう話なんですよ。で一般人の,あの、まあ、女性の、まあ、おばさんといいましょうかおばさんと斎藤元彦のやり取りなんですが、まあ、こちらも SNS に、まあ、出ているんですがおばさんがですね実は指示をされていたと、まあ、そのお、まあ、役ですよね、えーまあ、役を演じていた可能性があるっていうことなんですが。 斎藤元彦が建物の入り口付近から歩き始めているところに、ですねこのおばさんが行って、知事、頑張ってください、なんとかって言うんですが、明らかにこれってよく考えると、このおばさんがですね、まあ、こういうふうに言うと、台本を用意されていた可能性が高いんですよ。だから、一般人を装った人間をです、ね、に台本を渡して、テレビに出て、斎藤元彦を応援させる、ね、一般人があたかも斎藤元彦を応援している。 ことをフーを演じるわけですよ自民党維新の会はマスコミを、ねえー、まあその米の元によりコントロールできますからでこうなってくると実は斎藤元彦っていうのは最初悪かったんじゃないかあーっていうことから実は良かったんじゃないかでそういった斎藤元彦を持ち上げるための、まあ、役者も用意されてるっていうことですで実際にこれっていうのはあ皆さんも思うかもしれませんが維新の会に、えー、まあいい報道ですよね変更報道を繰り返すんですよ 今回であれば、維新の会を何とか持ち上げる変更報道、斎藤元彦、最初は悪いって言ってたんですが、持ち上げる変更報道を繰り返す。つまり、そこには全く真実などなく、目的があるんですよ。斎藤元彦を持ち上げる、その目的です。ただし、先ほど言いましたが、事実があります。3人が亡くなってるっていう事実、斎藤元彦の近くで3人が亡くなってる、それで知事を継続してるっていうのがまずおかしい。で、さらに、この公益通報者っていうね、 告発した人を探し出して処分したこの公益通報者保護法違反というのはこれ斎藤元彦がこれに問われるわけですよ。こ,この時点で3人が亡くなっているプラスこの公益通報者保護法違反の状況において斎藤元彦が擁護される理由がないんですよ。このことを隠して斎藤元彦をひたすら擁護しようとしてる、なんでかというと次は斎藤元彦を再選、選挙で再び通す、そういった狙いがあるからでしょうね。 で本当にそういったことがないっていうんだったら百条委員会できちんと言えばいいですが斎藤元彦はそう言わないわけじゃないですか同じことを繰り返し核心部分には触れないとでこの今テレビに出てきてっていうのはあね次に再び、えーまあ、知事になろうとする、まあ、その選挙活動ですよね、うん、そういったことでテレビマスコミも斎藤元彦に協力して斎藤元彦を持ち上げるようなことをしているわけですよただ あまあ、マスコミが斉藤元彦の側に回ってるってことですただし、えー、ちょっとわからないところがあるんですが維新の会はもう斎藤元彦を擁立しないっていうことなんで斎、えー、藤元彦がどこから出てくるかわからないですねあの次の,あの出直しの、まあ、兵庫県知事選っていうのね、うん、維新が擁護しないんだったら無所属なのかっていうのもあるんですが実際にあの後押しがなかったら落ちるじゃないですか。 だもしかしたらどっかもう決まってるのかわからないんですけど、それに関しては分からない。ただし、先ほどお伝えしたように、3人が亡くなってる、おかしな形で亡くなってるっていうのっていう点とで、えー、公益通報者保護法違反という、この2点からしておかしいわけですよ。今もなお県知事をしていることもおかしいし、もうこの2つからしておかしい。うん、でさらに、続投しようとしてるってこともおかしいわけですよね。だから、完全にこういった点でもうお,おかしいわけですよ。しかし、 このおかしさを伏せて、維新の中で一部かな、一部がまだ斎藤元彦を擁護したり、NHK NH 党ってのもなんかわかりませんが、斎藤元彦をなんか擁護してる話があったんですが、わけわからないじゃないですか。なんで維新の会も NHK 党も斎藤元彦を擁護するのかっていうのが訳わけはからないんですよ。うん、普通にね。で、えー、その、 公益通報者保護法違反というものと人が3人亡くなっているということなんですが実はですねこれもすごいなと思うんですがだからその作られた用意されたマスコミの演出ではなく一般人が考えたことっていうのがありまして実はですねあるシナリオがあったっていうことなんじゃないかっていうことがあったあのそういったことを言っている一般人の SNS 投稿があってそうだろうなと僕も思ったんですが。 斉藤元彦っていうのは無職になって天下りもできないから最初からです、ねまあ、その再選を、まあ、企んでいたっていうようなことを投稿している人がいたんですよ。議会を解散する、まあ、大義がないとで、辞職した場合は自分の非を認めることになると、逮捕されたくないので大義を作るために失職してから再選する、その道を選んだと、だからこの通りに話がストーリーが進んでいるわけですよ。 つまり斎藤元彦あるいは維新の会か、誰がこのストーリーを考えたか分かりませんが、そのシナリオ通りに進んでいると。公益通報者保護法違反の時点でアウトですが、それには触れない。告発者を,を、ねえー、潰したわけじゃないですか。さらに、えー、3人の方が亡くなっているっていうにもかかわらず、そのことにも触れず、なぜかマスコミ、SNS は斎藤元彦を擁護している。 維新の会、も後ろからそれにに、えーまあ、応援に入る、まあ、維新の会マスコミの、まあ、狙いがここに、えーまあ、見え隠れしていると思います。だから僕は斉藤元彦なんて全くね、いいとも思わないし、支持なんてするわけがないんですよ。で、ちょっとあの、まあ、短めなニュースになっているんで、こちらを見ていこうと思うんですが、まあ、どういうことかっていうことですね、うん。9月19日に不信任案を可決されて以来、斉藤元彦はさまざまなテレビ、マスコミに、えーまあ、生出演していると。 事実上の選挙活動の可能性があるということで、うん、これは何なのかということが言われてるんですね。で、えまあ、どの政党も知事選での対立候補探しを、まあ、しているということなんですが、地元自民党はこう言ってるということで、候補者選びが難航しているということなんで、だから自民党が出せなかったら、このまま行って、斎藤元彦は継続する可能性っていうのもあるんですね。 自民党はこの西村康稔っていうのかな、これを任せるわけにもいかないっていうことで、自民党は、こうなんていうのかな、出すのに、候補者を出すのに苦しんでいると、今度、立憲民主党も関西の首長の名前が出ている、能力は高いんですが、知名度は低いっていうことで、つまり斎藤元彦の可能性が高いんですよね。であの 県連代表の片山っていう、まあね、議員が出るんじゃないかなんていうことが言われてるんですがわかりませんで、結果的にこのニュースでこのように締めくくってあるんでどうなるかわかりませんが、斎藤元彦が再選するっていう可能性、そういった展開も考えられると、おそらくその展開に今向かって、マスコミあるいは維新の会が動いてるんじゃないかと思います。だから斎藤元彦に有利なように、マスコミ維新の会がはからってるっていうこと。 ただしいろんな雑音があるんですけどその雑音を取っ払って、えー、分かりやすく考えれば斎藤元彦のところで、えー、3人が亡くなっているこれは事実じゃないですかおかしな形で亡くなっている公益通報者保護法違反の時点でアウトです、えー、この2点から考えても斎藤元彦を擁護するところは全くないですし次にまた選挙に出ようとしてるのもおかしいしその選挙で通ることも、まあ、通ってしまうなんていうことがあってもおかしい、まあ、そのようなことだと思います リスナーさんの中には分からないですが、この斎藤元彦、まあ、擁護派の人がもしかしたらいるのかもしれませんが、考え方は人それぞれだと思いますけど、この大切なことを忘れてるんですよね。うん。3人がおかしな形で亡くなってる。プラス、公益通報者保護法違反ということです。まあ、ちょっとこの斎藤元彦の話題もかなりね、注目されてるんで、ちょっと僕らに調べて思ったことをお話しいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はこ,こで終わります。 失礼いたします。